国道五十二号起点静岡県静岡市清水区沖津中町交差点国道五十二号終点山梨県甲府市甲府警察署前交差点国道五十二号は静岡県静岡市清水区から山梨県甲府市へ至る一般国道である静岡県静岡市清水区高知静岡県の県庁所在地である静岡市の国道一号分岐より北上して富士見峠を越え 山梨県西部を南北に流れる富士川に沿って、山梨県北西部のニ崎市を経由して、同県庁所在地である甲府市と結ぶ延長約118キロメートルの一般国道の路線で、主な通過地は、山梨県南駒郡南部町、美野部町、藤川町、南アルプス市、ニ崎市、貝野ノ市である。静岡藤川ニ崎間は、美野部道や藤川街道の別名がある。 富士川海野間の構成道路は国道52号のバイパス道路として整備されたもので中部横断自動車道の速道にあたる静岡市にある富士見峠付近で新東名高速道路と新清水インターチェンジで接続し山梨県内を南北に従環する中部横断自動車道ともマスホ、南アルプス、白根の各 IC と接続する 一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び重要な経過値は次の通り。なお、政令上の起点は清水市となっているが、合併に伴い、現在は静岡市清水区となっている。古くから駿河国と海河国を結んだ道筋であり、江戸時代は脇王冠として、寸州王冠や甲州王冠などと呼ばれていた。また藤川沿いの道であるため、 富士川街道、三延山駆動寺への山経道として利用されたことから、三延路、富士川流域の川地漁を通過するため、川地路というように異名が多い道であった。昭和時代の戦後になって、旧道路法に変えて、現行の道路法が定められると、これに伴う1953年の二級国道の路線指定で、 二級国道141号清水上田線として初めて国道の指定を受けて国道52号の前身路線となった。1963年4月に一級国道と二級国道の路線再編が行われた時には二級国道141号清水上田線の南半分にあたる清水市、に崎市間を分離独立させて一級国道に昇格し一級国道52号 とした。ただし、一級国道の路線指定の要件には、県庁所在地クラスの都市を結ぶという規定があったので、単に清水にらさき館が一級国道に昇格したわけではなく、にらさきから東に折れ曲がり、国道20号と重複して、甲府市に向かうという不自然なルーティングで指定された経緯から、このような昇格を果たした一級国道は、他では、ほとんど見られない珍しいケースとなっている。 この1ヶ月後の同年5月、中央自動車道の建設計画が、甲府から諏訪を経て稲田にを通る北回りルートに変更することが突如発表され、もともと経由地とされた美野部長が、この発表に反発し、第一人冗談を挙げて、議員たちに当初案の遂行を訴えたものの決定は、覆ることはなく、代わりに町を南北に縦貫する国道52号を、 全面舗装整備する約束を取り付けるにとどまった。国道52号が優先的に予算が付けられる一級国道に昇格できたのがこの1ヶ月前の出来事であったことから、身延町の不満を懐柔するための布石ではないかとの見方もされている。1965年の一般国道の路線を指定する政令で一級、二級の国道区分が廃止されて、 一般国道に統合されたことに伴い、一級国道52号から一般国道52号となる。国道52号は1972年に建設大臣に就任し、建設属議員の道を歩んだ金丸真の政治の影響力もあって、並行するように整備が進められている。中部横断道と国道52号バイパスである、厚生道路も出身地である、 南アルプス市付近から真っ先に建設された。厚生道路が2007年に全線が開通すると、旧道区間は2016年に移管されて、国道の指定を解除された。山梨県南駒郡南部町、福祉静岡県内起点である、沖津中町交差点から、東海道新幹線のガード下までは平坦かつ、直線的であるが、ガードを越えると沖津川に沿う形で連続したカーブが、 続き、丘陵を上ったり下ったりする形となる。ただし沼、小豪地を抜け、獅子原地区の手前で新東名高速道路の新清水インターチェンジと接続する。獅子原地区を過ぎると、上り坂が続くが、静岡市から富士宮市に入ると一転して、下り坂となり、また、山梨県境にある、木の江春京北詰め交差点までは急カーブが続く。京南地域、 木の江春京北詰め交差点を過ぎると、山梨県に入り、富士川を沿う形で峠と市街地が連続する。1970年頃からバイパス道路が整備されてきたが、美濃部町役場周辺など拡幅もままならない地域も未だに存在する。また、峠区間は急坂と急カーブが連続しており、地盤が軟弱であることから、集中豪雨時は通行止めになることが多い。 かつては、美濃部町に入って、すぐのところに相又郷ドライブインがあり、旅館やボーリング場も営業されていた。甲府本地々沢から、厚生道路に入り、中部横断自動車道と並走する形で伸びている。厚生道路が開通する前は、西郷理事と呼ばれる古くからの道が、富士川、南アルプスの隠し街地を通過する形で伸びていたが、2016年4月に、 山梨県道42号となり、国道ではなくなった。釜梨川を渡り、相田道で国道20号と合流し、東側の竜王立体まで重複区間となる。竜王立体から再び国道20号と分かれ、ここから住宅街に入る。この区間は山梨県立美術館があることから美術館通りと呼ばれている。南西銀座北交差点から片側二車線、荒川橋を越えると、 甲府市中心街となり、愛い歩道橋交差点を左折すると終点となる。西島バイパス、山梨県南駒郡美濃部町、西島高生道路、つぼ大橋付近山梨県南駒郡富士川町、万沢バイパス深川バイパス南部バイパス、山梨県南駒郡南部町塩沢から道町、中野に至るバイパス道路、旧国道十二号は、南部地区の商店街を通過していたが、 道幅が狭く拡幅が困難であることから、西側の丘陵地帯を縦断するバイパス道路の建設に着手。1982年に遅れていた塩沢トンネルを除く区間が先行開通し、1983年に全線開通した中野地区にて中部横断自動車道の南部インターチェンジと接続する全長 3.24km 全線に車線。 三ノブバイパス、山梨県南駒郡三ノブ町を打線原から道町、ハキに至るバイパス道路、山梨県と静岡県を結ぶ主要道路であるほか、付近には日蓮州の総本山である三ノブ山駆動寺があるため、トラックやダンプカー、観光バスなどの大型自動車の往来が激しい地域である。一方で、梅田地区の道幅が狭く、またこの地域は、 山梨県立三野高等学校や小中学校が点在していることなどから、同地域を迂回するバイパス道路の建設が叫ばれていた。1980年代より工事が開始されたが、1991年の台風第18号の影響でハキ橋が流出したことから当該区間となる梅平からハキー間が先行して工事が行われ、1993年に開通した。 残る区間のトンネル掘削を行い、1998年に全面開通した、全長 3.6km、全線2車線、西島バイパス、山梨県南駒郡美濃部町西島から、山梨県南駒郡藤川町重国に至る、バイパス道路、美濃部町西島地区の交通量増加とそれに伴う、騒音対策として1990年11月に開通した、 全長 2.65km、全線2車線。高性道路、高性道路を参照。藤川街道の、標識山梨県南駒郡藤川町梶じか沢山梨県では、南部町から、に崎市、船山橋までの愛称を、藤川街道とし、マ保町青谷銀南は、三延道を柿で入れることとしている。国道20号との重複山梨県開始竜王。 山梨県内では異常気象時における道路等を通行規制区間を2カ所有する静岡県富士宮市内房国道20号との分岐山梨県開始下今井中部地方整備局関内関東地方整備局関内一般国道の路線を指定する政令の最終回整備である2004年3月19日の政令に基づく表記2003年4月1日旧静岡市と 旧清水市を廃止して、新、静岡市が発足2010年3月8日、梶川町と合併して、藤川町が発足、ABCDFG2015 e 年4月1日、現在、ありがとうございます。